さあ始まりました、記念すべきバイオハザード4の最初のボスはこの方。大きく大きく育って京都市水族館から逃げ出してきたオオサンショウウオ、通称デルラゴ。どこの言葉を切り取ったらいいかがよく私覚えてませんが、とりあえず確かはい、オオサンショウウオだった気がします。違う違う、どっか湖っていう意味だったよね。そしてまあうまいことこうどっかに引っかかってね。でもね、これ引っかかったらさ、お乳がさ穴が開いてお乳ブシャーってなるから、まあなんかこう気持ちよくなってこうね、やっぱ尻尾側の性癖らしいですから、この方もですね。え、それ本当ということで、ドゥルドゥドゥでね、コンチョコントローラーコントローセーフ。そう、コントローラーでやると以上に難しいのがさ、なんかうわー、ちょっと待って待って待って、そっちから出てくるんかい。こういうね、本番でなんかね、こう今まで起こったことがないことがあってね、で危ない危ない危ない、逃げろ、お口パックンチョされたらたまらんちょっていうところなんで、おうちちおうちちって。でなんだろうね、やっぱりね、こう寄生生物というかさ、バイオハザード全体に言えることなんだけどさ、なんでこんなに大きく育っちゃうんだろうね、生物って。わーおー、ギリギリ崖の上は行くよ、ワーニー。ということで、今回から絶対何をやっているのかというと、バイオハザードシリーズのですね、シリーズじゃねえや、バイオハザード4に出てくる、まあ、ボスたちをね、いろいろとね、全員ぶちのめしていこうじゃないか、あはひゃ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 っていう感じなんですよ。そうで、あひゃ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 なんだけど、まあ、とりあえず一撃必殺、こっちです。なんでそっち行った、うらららららら、あちゃ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 、ねえ、あのね、一応ね、あのロケハンはしてるロケ、あばあ、なんかなんか このカメラワークやだ、このカメラワークやだ、ワークほいでよ、父ばっかりもたまってばっかおりゃしゅん。ねえ、ロケハンした時はさ、一撃もダメージを食らわないでさ、うまく倒すことができたのに、なぜか食らっちまうんだよね、本番に弱い男。それが私、青い馬、ハス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 。あれ、ホスピタルティみたいな笑い方してるやつどっかにいたよな。あ、あれだっけ、あのマグマックだっけ、違う違う、それはポケモンに出てくるあのなんか摂氏、あれやばいらしいですね。なんかあのマグマックのさ、進化系のマグカルゴのさ、表面温度って、あの太陽の表面温度6000度よりも高いらしいですね。ということで、どっかに行っちゃうんですよね。さあって、どこに行ったか、お乳まみれめ。さあ、私がお前のことを串刺しにしてやる。そう、見てみて、これ普通にさ、コントローラーやってるだけなのさ、あ、キャ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 、なのにさ、こんなきついことになるっていうね。おいしょ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 、やばい、この微調整むずい、微調整むずい、もうちょっとありゃでいいで、くるっと回って、こっちこっち向いて、で、よし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 よ、ありゃーだった、無理、逃げろ、ブイーン。さーて、物語はクライマックス、終盤と書いてクライマックス。さあ行きましょう、もう一丁、てい、さあ、このこれがお尻に命中すれば終わりです。終わらないんですね、それが。ぐるっと回ってこっちに向かって、あー、レオン様が慌ててる。ちなみにですね、これね、 RE4 もやろうと思ってるんですけどね、あの RE4 のデルラゴが一番マジでね、無理というか苦痛というか辛いというかしんどいというか、まあ、のまったり急いで行き急いでどっかから、うーあ、いてて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 て、てもうこんなんとかもさ、さ、な、ダウメジャパンシェイエスオッケーフィニッシュ。しかしここで油断をしてしまうと、まさかの罠が待っているというオチでございやんす。何か皆さんお気づきの通りということなんですけど、そうなんです、足が引っ張られて奈落の外へとあなたをお導きしましょうということなんです。いやー、足が締め付けられる、やばいやばいやばい、充血しちゃう、内出血ということで足を切り落とそう。さようなら、うい。どうしよう、今一瞬あの画面の切れ方があれだったね、お前の足ごと切ってやるわじゃなくて、なんかそのまま沈めてやるわって言ってね、うん、はい。ということでさ、次に出てくるボスは一体何者なのか、こうご期待。では次回じゃねえな、カッツ。続いて第2入場はこの方でございますね。さあ、いろんな属性からまみれた男たちが血と汗と涙に飲まれて、たくさんの扉を開けてきて、そうです、人生にたくさんの壁と扉があって、それをくぐったり登ったり崩したりしながら、我々人生というものをですね、乗り越えていくんですよ。なんか下をよく見てみたらでね、なんかあのいろんなものの骨みたいな感じのものがあるんですよね。だからここに眠らせているんだけど、どうやって食事とか運んできてるんだろうね。こん
んなにたくましい体になろうと思ったらやっぱ摂取カロリー1日15トンくらいいかなきゃいけないと思うんですよね、カロリーとトンとは。はい、ということなんで、とりあえずまあいろいろと今から悲惨なことが起こっていくんですけれども、そんなことも雨あられということで、まあ、そんなことを気にしないで蹴って蹴って蹴ってまみれておにぎりつぶしぐえー、そしてつぶします。扉を閉めたやつを、いやーもうこれ出てきた時だいぶ悲惨な感じがしたんだけど、こいつよくよく見るとね結構可愛い顔してんすよね。確かあれだよね、あの精神年齢15歳とかそんなんだったっけ。うぎゃーということで、はい、でことで今回の第二入場さんはですね、はい、これですね。はい、あのとにかくってふい、逃げる、トゥ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 ルルルル、あれこれリロードってどうやるんだったっけ。あ、こうだグオ、あー俺の箱を壊しやがった。うおー、痛いです。おー、父びっくり、たまてがこう、この方珍しい体をしましてね、あのおちんちんがあの背中から入ってくるという感じなんですよね。これちあーちちち当たってなかったんかい、今まで当たってなかったんか、体ばっかボコボコってしてたけど、違ったな、やっちまったな。これ正規の方法で倒すべきなのか、それとも違う方法で倒した方が、あのあなたたちは地震、おいもう一回割れてしまったね、あのあれですよ、あのひび割れてしまって水バレしたところはね、残念ながらね、あの戻すかできないですよ。僕もね昔ね、あのね太ってた、まあ今もデブだけど、デブだった頃にですね、はい、ということで右胸痛いよということで、ハンドガンだけなんですけど、なかなかやりよる場合って、しちゃかちゃやりばい、トン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 、あれこれワンワンオーって来なかったっけ。痛い、ちょ待って、グオー、オッケー、さあ行きましょうか。あ、ちょ、なんかもう、あ、ダメだ、操作性が、あ、ちょー、グオー、あれちょっと待って、ワンワン王来なかったぞ。あれ俺助けない世界線でやっちゃってたのかな。まあそういうこともありますよ。あの、裏切りのワンワン王とかって、犬のモデル野生獣とか、もう野生獣とかも意味がわかんない。はい、ということで、おしまいでございます。2匹目終わりですね。はい、ということで、チラッと覗いてやっていきましょう。パッション。言わないよ、モデルでしょう。ああ、コーヒーがうまいでやんすね。さあ、ネクストボスに行く前に、こいつがいかに可愛いかっていうことを見ましょうか。やっぱりね、あの、寝るときにはちゃんとお目目をつぶらなきゃいけないんですよ。ところが、こいつがね、お目目開けっぱなしでね、このままだとドライアイになっちまうから、そんなことは私が問屋を下ろさないということで、ゆっくり、まぶたが閉じてゆく。ということで、続きましてのボスでお会いしましょう。お楽しみに。チャオ。第3入場はこの方、アシュリーのパン、ティーが見えちゃうんでございますよね。ということで、ビトレス・メンデスさんでございますね。ちなみにメンデスの目はですね、あの、メデルという字を使われております。さあ、侵入して様子が変だって。で、こんなところで何して待ってんのって、まあ、どちらにせよ、あの、私の目がなかったら、あの、侵入することはできませんよっていうことだったので、まあ、お城に行くためには村長の許可や、まあ、要はあれですよね、あの、通行許可証もしくは稟議書を書かなきゃいけないということ、真実でございますね。よくよく見ると、左目がすごく美しい感じになってると。さあ怪力、俺のお見せしてやろうじゃねえか。で、後ろにボタンがついているということで、俺背中届かないんだよ、ボタン外してくれるの手伝ってくんねえかということなんですけど、なんかよくよく見たらこれどうやって来てるのっていうような、なんかスタイルしてますよね。さて、あいつじゃなかったのと、この同じチャプターに出てくるもう一人の双子のあいつが出てくるんじゃなかったのって、あの、あれですよね、あの、デルラゴさんじゃなくて、あの、あれで、あれオルゴデミーラじゃなくて、なんだったっけあいつ。わかんなくなった、あの、なんかあの、15トン1日であの、草食べるやつ。あいつ、もう一回出てくるんですけど、まあでも同じやつをね、なんか2回戦っても仕方がねえかなと思うので、あの、兄弟仲良く出てくるところのシーンはやろうかなと思ってるんで、おー、背中生えて、あいつは背中からチンチン生えるけどな、俺は全身がチンチンなんだよっていう感じで出てきてますよね。ということで、さあ早速ぶちのめしていきましょう。あちょ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 あれどこ行った？村長あ、出た、村長、ほい、あい、シュン。いや、自分の体がでかすぎて、あれじゃ支えきれてないじゃないですか。支えきれないマイレボルーション、明日を満たす、登って、なんか一番ゾンビらしい声を出してらっしゃいますね。あれどこ行った？おい、ちょ、待て、
で、お前なんかの攻撃が可愛らしいんですよ。おー、背中マッチュリー。落ちてきましょう。うわあ、俺の下半身の、って、フル勃起してたのに、ナイフよーってか、あれどこ行った？あれどこ行ったかわかんなくなっちゃったから、とりあえず、おい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 、初期ハンドガンでも俺は十分戦え、痛い。まあ、やっぱりあれだね、一発二発は当然ながら食らっちまうみたいな、そういう折りなんだね。あ、はい、つくばっている。あれだな、テケテケさんだな。肘で歩く系男子、テケテケさん。うわ、てて、危ない、危ない。うわ、そんな、痛い、あれ、お前出てこねえのかよ、この野郎。おら、あ、ちょ、下手くそすぎる。登ってる。はい、逃げる。ふいふいふい。で、どこ行った？痛い。オッケー、おしまいでございます。うわビトレスサドラ様。あ、オズムンで。ポロン。こんな子のポロリとか見てもあんまり嬉しくないよね。まあいろんなポロリってあるじゃないですか。まさかお目目が出てくるポロリなんてあったのって思う。ぬるぬるしてます、ぬるぴっちょー。はーい、ということでぬるぬるのお目目を取ったところでネクストボス行きましょう。行きまして、あ、間違えた、こちらね。よいしょ。はい、ということで、早速ですがやってまいりましょう。ああ、ただの SM プレイ野郎で、こいつが S なのか M なのかがはっきり言ってわからないっていう感じなんですよね。まあ、要は凶暴性ゆえに死人させてしまったらも、やばいからということで、こいつをね、がんじがらめに縛っているそうなんですが、走ってこないんかーい。おい、ちなみにさ、おい、ういえーい、痛い。で、ぐちゅって言った。ぐちゅって言ってる。ん？ああ、どこ行ってんの？ほい。これ、ちなみにさ、ウェイヌン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 大将は大将でーす。すん。ガチュン。シャシャっちゃった。かわいそうに、かわいそうに。カン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 。バイ。ヌン。うえい、痛い。なめぷするとこうなります。危ない。あ、違う。あれどこ行った？こんなに騒ぎ散らかしてんのに。だってね。じゃあ、とりあえずカーン。カーンって言ってねから、カーンって行けよ。カンカンせえ。ふい、あれやっぱいパイン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 。あ、普通に寄生体じゃなくて、こいつをぶちのめすことでもよかったんですね。ああ。で、やっぱあれなんだね。神経系、あれ？爪がなくなってるのか、めり込んでるのか。お尻に食い込んどるNEXT！ ライオン、え、な、な、もう、な、な、何体目のボスなのかちょっとわかんなくなっちゃったよ。まあ、いや、とりあえずやっていきましょうよ。おい、ということで、チラッ。おい、めちゃめちゃ向かってきてる、怖え、あ、だ、ヌンっていっぱい来てるんですよね。ということで、今回特別スペシャルゲスト、ちなみにこいつは絶対使わないです。はい、スペシャルゲストということで、誰が普通に戦うって言ったボスを紹介するだけで、こういう卑怯なことは大好物なんでございます。おら、くらってくらっておしまい。ほい。あっちに、ちなみにさすがにあれですよ、むき出しレーザー、使わないですよ。おきょ、ジャガーシー。おい、こいつなんか体力高いんだっけ。ウィー、でもなぜさ、そこまで体をさ、防護しておいたにもかかわらずさ、よいしょ、あ、これまだ生きてらっしゃいますね。体をそこまで防護しているにもかかわらず、ほい、トゥ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 、ふん、まだ生きてんのかよ。はい、こけろ、うえう、え、どうする、あ、そこ微妙なところ止まりますね。オッ
OK。 さあ行こうか。お前ごときお前ごとき、ふいふん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 。なんかもうバラバラになっちゃってるよね。さあ来い、さあ来い、うい、ぬーりゃ、ちゃ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 、ものすごいゴリゴリに勢いで向かってきてやがる。どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな。さあ、こっちを向いて、あ、いいね、いいね、いいね、後ろ向いて、後ろ向いて、後ろ向いて、あ、まか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 。なんでこんなにブレるの？そして、なぜ真後ろ向いた？うーん！チラ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 。うわあ、こう、真横を抜けていく快感。爽快感。うわぁ！目の前、痛い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 。切り刻んやないか。ふん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 。てか、お前らで切り、お前らで刻み合えよ。ほら。はい、下がって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 、あぶねー。さあ、ギリギリチョップ、ギリギリチョップ、あばいわ。あれ、なんかあいつも食らった今。違うな、そういうことじゃないんだな。あ、消えてなくなってる。怖いから、とりあえず使おう。で、なんかすごい仲良くなってる。ふい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 、カン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 、キノノニトン。うわーい、逃げて逃げて、たまりたまん、シャバンス、タバサヌンヌン。おい、やばい、おい、やばい、おめえ、わいてー。このままだとまずい。死にたくない、死にたくない。クレヨンしんちゃん、大人帝国の野望。あ、じゃあ逆襲か。何がどう逆襲なのかよく分かったけど、とりあえずオッケー。くる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 、貯金。さあ来い来い、さあ来い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 、後ろを振り向いて、そうですそうですそうです、私に背中を安心して差し出しなさい。くる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 、食らったのかどうかも分かんない。じゃあとりあえずあっちに向かってカーンカーン。さあ2体とも行かないよ。一匹、耳が壊れてると、耳が、おい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 、わい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 、連続斬り、虫タイプ、攻撃が当たれば当たるほど威力が上がっていくということでございます。それはもっかポケモンスタジアム。さあ、こっち、あっちを向け、あっちを向け。ほい、オッケー、こいつ強えな。強えなか、クリティカル率が低いのか分かんないけど、こっち向かってくる、出す。ぬん。もう、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 もう。そんな大振りしてたら痛いよ。あ、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 あ。こいつ早く死なねえかな。ほい、ほい、あ、じゃ、柱。扉間と柱間と、逃げて。うん。あ、ちょっと、危ない、危ない。お前、チケ、この野郎。すん。椅子さすち。オッケー、一匹目もおしまいしたい。こんなペースでさ、大丈夫か？大丈夫ですよね。きっと大丈夫。ふん。あかん。はい、さよなら。おう、近い。ふん。なんでやねえ、危ねえ。危ない。ほい、オッケー、こいつ強えな。オッケー、2発食らった。で、刺さって、マイルストーン。なんでやねん、早しれや。あか、つい本音が。ツンツン。ほい、あれ、スカしてる。スカしてレボリューション。痛い。連続斬りを食らわせられるわけにはいかない。ということで、カン。あ、そっちに行くのね。危ない。ほい、ならないんかよ。しぶといですよね。しぶといでやんすね。ぬーぬ。もうこうなったら、最終手段、爆発物陳列剤をやるしかない。オッケー。いたー。なんか扉が開きレボリューションになってる。さあ行こっか。ということで、ネクストステージお待ちください。次は一体誰と会えるかな。うふ、まあお城の地下に落とされちゃいましたね。落とされた先で出会えるやつといえば、まあこいつでございます。多分まあ一番体力というか、このバイオハザード4の中では一番えげつねえやつなんじゃねえかなっていう気がするんですよね。で、ちなみにのコマンディが、XC で来るのか、あれだっけ、どれだっけ、なんでもいいや。
ってくてでさ、歌ってくるよ、ドド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 。そしてなぜか最初はちゃんと扉から入場してくるのに、いつの間にか下やら上やらいろんなところにラジバンダリしてくるということですね。で、これは普通にハンドガンでボッコボコに縛ってもいいのかなと思うんですけど、ダメージ等倍が、まあとりあえず、普通にやったらなかなかね、リールハンドガンで倒せるのかわからない。X だから、おい、ちょ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 、痛い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 。ああ、お顔が見れた。お顔を拝聴することができて、私もう嬉しい嬉しょんでございますということなので、わーおー、こっちにお前らごとき行かせるか、たまらんちくしょうということで、こっちを電源入れてもいい、ブー、なぜかここが閉まる仕組み、絶対にエレベーターに乗せてやんないよっていうね、そういうのが待ってるかもしれないけど、さあ僕のミッションとしては、これを4分以内にぶちのめすっていうことなんですよね。4分以内に果たして倒すことができるのだろうかということで、まあでもそんなこと言いながら、こっちでチャッターじゃねえや、うわお目目が光ってる、お目目が光るって虫ってお目目光るっけっていう話なんですよ。あ、ちょいきなりこういうミスが起こると、いきなりこういうミスが起こると大変なんですよ、大変なんですよ。あれこれもしかして、これ一生してたら一生勝てるんじゃねえか。さあお前を倒すことができればもう何も怖いものなのないって言い切った瞬間になぜそうなる。やばい、鏡危ない、本当にタイガそれは鏡、行け逃げろ、うん、鏡危ねえ、よしもう一個倒してぐるん、はい、これ固まれ、よし行け、今のうちに、さあこれでどれだけのダメージを与えることができるのか、25発まあ100発当てれば勝てるんじゃないかと信じて、とさあお前ごときが俺を倒せると思うなよ、この脊髄伸び伸び野郎め、このビヨン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 、うーちちちちってか、ちょ、あー、鏡まない、くそ、あーどっか、あーずるい、こう、そう、登るのずるくない、登ってさ、尻尾ブリブリしてたら一生勝てるんじゃねえかって思ったけど、そんなことはなかった、ゆっくり開けましょう、すんスーンって開けたらなんか 何事もなかったね。ということで、おけけきっちり丸めて死んぜよう、行きましょう、さあ固まれ、カッチンコッチン、お前ごとき砕き散ってやる、さあ中から黄金のランドセルを出せ、黄金のランドセル、さあパンパンマジか、これでも倒すことができない、もうあと一つしかないよ、そしてなぜか液体窒素が入っていたカンカンが消えていく、ちょ食べて、美味しい、うん、ハーブは直接食べるもの、塗り込むものじゃない、あれ、なんちょっと、危ない危ない危ない、さあ下がって逃げ、なんでやあ、どっか逃げ方、あれこっちでいいのか、あれ俺今来た道じゃないよね、来た道 XC 下がらなくても済んだす、さあこれ今何分経ってる、4分で、どっかから降りてくる、キャさあ来い、さあすごい、なんかメカラビーム当たってすん、メカラビームできるやつなんか他にもいた気がするんだけど、どんなやつがいたっけな、さあお前の命はこれでおしまいだ、さあ行け、砕け散れ、どんどん行け、砕け散らないと、俺はもうレーザー砲せたんだ、お前を倒す手段はこれ以外他にないか、倒すことができない、トントン、弾が弾かれてる、おちょ、ブブブブブブブ、あーもうそんなさ、なんかもう生まれてこの方洗ってませんよみたいな尻尾です、ブブブブされても困るんですよ、おらさあ顔面、なんかもうこいつフリーザみたいな感じになってる、おっしゃ、全身から液体窒素ぶちまけてお亡くなりです、さすが虫、そんな大股ぶっぴろげて何誘ってんの、いいよ、ここにツキツキしてあげよう、ツンツンツン、なんだ、あ、エレベーターが来ましたね、はい、
いや、尻尾ツンツン、ミツンツンということで、あー、いいですね。じゃあ、そう、こいつが欲しかったんですよ、こいつが。はい。ハメハメしたら完了ということで。よし、じゃあ、ネクストボス行きましょうか。じゃあ。チーの何のってもうマグマってとんでもなく熱いよね。しかもこんな近いところで一体何を処分しようとされてらっしゃったのかっての、なんかここすごい急になんかあれだね。ほい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 っといしょっと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 で、こっち登ってって、とりあえずまああれだよね、定石で行くと、まあ定石と書いて定石と書いて、こうと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 うチャチャラチャーインディジョーンズ振り返って、で、これはさすがに使わないけど、これはさすがに使わないけど、さすがに使わないけど、さすがに使わないけど、くそ、俺の負け。なるほどな。おー、こいつで倒せるかなと思ってたんだけど、そんなことはなかったね。そうは問い屋が下ろさねえってか、まあ、とりあえず一匹ずつ、まあ、でもこれまんべんなく行く方が面白いのかな。どうなんでしょうね。なんかすごいズン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 、あ、じゃあじゃあこの鎖まみれたまえでバレーション明日を満たせ、近いなお前は、ほい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 、くるっと振り返って、じゃあお前から始末してる、お前から死なねえというか倒れねえし、トゥ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 、あれあれ、なんかこいつら強くない、やばくない、トゥ、よし、ゆっくり登って、こいつが登っている時は全くもって、あれどこ行った、どこ行った、あ、ちょダーパカピートゥートゥートゥー、あれだよね。で、これであのトロッコに乗って、で、最後あのブレーキみたいなところ止まるときに、ほれほれって言ったら、なんかものすごいウォーターが来るっていう感じ。はい、危ない。さあ、行こう。あ、やっぱお尻の快感を聞かねってか、お尻の快感、あ、ちょ、レイタイキック、誰がサッカーボールや、オラ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 、うおー、グオゴゴ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 、あれちょっと待って、本当にこいつなんか食らわないんだけど、こんなに体力高かったっけか、あれちょっと待って、あれ俺難易度何に設定したっけ、あのあれかな、ナイトメアかな、やばい、じゃあヘルスケア、ちょいちょい、やばば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 ばマスクメーン、いいね、あそこまでぶち込んだらさすがに、だってナイフ量効くでしょっと。あいて、振り返ったらやつがいるって、なんかどっかのドラマで見た気がする、そんなタイトル。うおん、ぐるぐる、あれこれ苦しんでる、あ、違うの、俺の、じゃあ、なんかさっきなってか、プルプルプルってなってたやつはって何だったんだ、ということで、どこ行った、ちょ、はい、あばい、やだー、シナマもろとも、みそらの空へ、咲かせてみせよう、おかまわい、金玉ゲット、おじさんの金玉だよ、大切にしてね。ほい、あ、なんかすごい、素直にダメージを与えさせてくれる、そんな優しいあなた方に。私はくるっと振り返って、やばいって。こんな下手くそな僕についてきてくれて皆さんありがとう。紅葉とハグは大好きですよ。トウ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 。あう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 。チャチャカピープープクープ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 ー。後ろのやつの方があれなのかな。あれ。あくらくらてるから。くら。お前変な壁になるからさ。ういーよいしょ、なんでやねん、今足っと、お前おちんちんにぶら下がるって、お前もしかしてあれだな、あのぶら下がるほどのおちんちんがないんだな、このミニサイズ野郎め、おちんちんミニサイズ野郎、この野郎、甘い、はっ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 は、逃げる、スン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 、登るはい、クリッと振り返ってさあ、ゴリゴリ、さあ降りたらダメージが痛いんでやんすから、とりあえず5発ぶちのめしたので、はい、副将対象、とうとう、やばい、ぬん、あれどういうこと、オッケー、いいね、邪魔、ふっと、で、ほい、なんか嫌な予感がするから、とりあえずよじ登ろう。最初 C かよ、うわー、こんな夜更けに C かよ、普通に倒してやるよ、上にトロッコ、あのトロッコ、あれトロッコになってたんだ、知らなかった、ただの滑車かと思ってたのに、へー、でお前何ぼーっとしてんだ、あれトロッコなんだ、トロッコなんか行ったり来たり、ほい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 、
ちょ、あれ、掴むんじゃねえのか。掴むこともなく、掴むことをお伺いしますか。私は一体誰、一体何者。はい、ツンツン。なんか、ちょ、ストップ。ネクストレボリューション。魂レボリューション。ロボって、なんで穴に D が出てきたんだろうな。パウロサウロ D。パウロ D サウロ。なんでもいいけど。なんだっていいんですよー、ちょ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 。甘い。私はいつだって逃げる。そう、あの、おにぎプレイだ。コロ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 、チン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 、金玉いっぱい増やしたろお前。もう小種がいっぱいできる方にしてやっかんな。まあ穴はじゃねえや、棒は1個しかないから、結局あのやる行為自体 もう何の話をしているんだ。そんなことよりも私しっかりとあなた倒しなさいよっていう話で、ついついツン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 キャーさあさあピー21発。ちょっと待って、これさ、ハンドガンの弾が足りるか、ハンドガンの弾がそもそもあの足りるかどうかっていう問題があるって。たー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 た、一応あの先発登って、ちょっと邪魔されると鬱陶しいから。あい、今度は X かよ。あー、もうしーって、おっそおっそ、そんなんで食らわせられると思うなよバカ野郎。ってことで、お前何固まってんだよ。おら、画面、はい、逃げる、俺は逃げる、卑怯者だから逃げる。ちょっと待ってね、弾、今思った、弾は全然あったんだけど、ちょ、体力がねえんだよ、体力が思った以上になかった。またかよ、もう、はい、ちょっと待って、あ、くく、治った。本当にこれ、あの、ボスを紹介するための動画だと思ってたのにさ、こんなに苦労することになるとは思ってなかった。くらえ。お前も、おら、あ、しょ、一匹目もおしまいにしたい。さよなら。一匹終わりゃ、もうあとあれだよ、ゴリ押しだべ。おじさん負けないからな。うい、自信に溢れて、誰に向かってる。急に知能指数が低下してるけど大丈夫か。なんかあの、あれかな。あ、撃たれすぎてちょっと頭がおかしくなっちゃった。バグった。ヒー。ってか、こいつあれだね。よくよく見たら、なんだ、SM プレイしてんだな。ねえ、だって、口まで縛られてんじゃん。口まで縛られて SM プレイとかしてたら、もうそれはね、頭も狂っちまうよって話。ほいーってかな、さっきから、おちんちんばーい、痛い、掴んでよ、優しく抱きしめてよ、抱きしめてー。なんかそれ聞いたことあるな、どっかでな。ほんでからのバカにして死んぜよ。これでいっただろ。行かないんだったら、もうこちら最終手段を取りますよ。ほいー。優しくすることなんか私には皆無でございますから、とりあえず爆死。さあ、踊れ、踊り散らかせ。こんなにまさかハンドガンを使うことになるとは思わなかったよ。で、まだ倒れねえのかよ。お前強えな。ほら、ワックスっぞ。はい、ずしん、どんどんどん、オッケー、おしまいでございます。ゴンザレス終了のお知らせ、さよなら。あばい、ここにいても全然歩く、避ける必要なかったな。ああ。ぽっかりと開いた穴がレボリューションがあったね。よし、オッケー。じゃ、ネクストボス行きましょう。誰かな？さあ、お城の最後の砦でございますね。まあ、おっさんなんだか、じいさんなんだかわかんないやつ。ああ、一応20歳だから若者か。後ろが蝶々結びで可愛いでやんすね。はい。ということで、洗礼は終わって、ということで、今からお前に洗礼を与えてやろうか、というところなんですけど、ワットと言って、ワットといえばやっぱりあれですよね。なんかあの、ボルトだったりなんだりとかって、そういうことじゃないんですよね。ということで、こっちに向かっていきながら、ふうやってるっていうことなので、まあ、どうでもいいんですけど、ただ、とりあえずこいつぶちのめすことさえできれば、私はもうウレション流して、あひゃ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 っていうことなので、まあ、とりあえずこいつが、うひゃ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 とか言いながら、なんかこう戻っていこうとしていますんで、私はですね、ちょっとこう寒い思いをしながら、まあ、どっかに、なんかこもっていこうかなと思います。ということで、なんかもう先っちょがただのスケベみたいな形になってる。あ、ひゃーん、ということで、
こいつってどう倒すのがいいのかな、まあ、とりあえずあのいつも例のごとくハンドガンしか持ち合わせていないので、だからこれ大変なんですよね。だから普通に裏でさ、ここに来るまでなんかいろいろと裏でねしこってるからさ、裏でしこってるっていう言い方が、まあ、もう本当にあの心の底からよろしくないっていうことはもう誰もが周知のことなんですけど、さあこっちを向いてよハニー、うひしゃ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 、ウィー、なんかこうなった方がさ、ぶっちゃけさ、なんかお肌がもう、なんかお風呂入ってるのとかさ、スキンケア全くしてないでしょくらいの感じになってるのと比べると、すごいイケメンに見えるんだけど、それは目の錯覚だろうか、錯覚ですね。はい、引っ込め引っ込め引っ込め。引っ込め引っ込めまーりや。はい、ぷい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 。ちょっと待って、当たらん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 。でも多分ね、こいつはね、多分ね、羊とか羊みたいにめーって言いながら泣いてる、そうじゃないんで、そうではないんだけど、とりあえずあいつよりはね、多分ね、体力はないんじゃないかなと思うんですよね。おちんちんが泣いてる。ないちょ。そうなんだよ、ね、なんかでも個人的にはさ、なんかさ、マウスで操作する方が楽ですぜみたいなこと言う人とかもいるけど、僕の場合なんか下手くそなのか何なのか分かんないけど、普通のマウス、そのゲーミングマウスみたいなのを使ってるわけじゃないから、ね、シンプルにね、あれですね、なんかよく分かんないことが起こって、おいー、あー、ちょ、なんで、今避けましたよ。避けたのに食らうという、こう、ちょっと謎の現象が起こっているんだけど、まあ、そんなことも気にしない、痛い。めちゃめちゃ痛い、ゴリッと痛い、ウキャ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 って、でもな、本体何もできない状態なんですよ。なんかすごい、なんかさ、右上の方でなんかすごいブルブルしなかった、今なんかブルブルしてる。ちょ、逃げな、さあ、苗えているところを、ドダイトス、苗えてる、あと真ん中にいたのがズガイトス、違う、なんだったっけ、あいつ、トウ、あー復活してますね。トゥ、さあ、もう一個、さあ、おめえパックンチョ、おめえをよこしなさい、おめめをよこせ、ちょ、なんか全然当たらん、マウス操作がむずすぎる。あー、もうこのタイミングで来やがって、痛いな、バカ、お前空気読めし、空気読めてないやつ、ほんとマジでね、好かれねえかんな、この間も新宿でナンパしてるやつがいたんですよ。私の横で、可愛い、超可愛い女の子いたんだけど、超可愛い女の子がいて、ナンパめっちゃしてて、で、ガン無視されてんだよね。俺の隣にその女の子がいたからさ、じゃあ、僕とお茶しませんかっていうことはよく言わなかったんですよね。まあ、要は、そんなこと言えないですよ。だって僕、自分に自信がないからさ、どうやったらモテるのかっていうのもわかんないからさ、どうやったらモテるんですかね。まあ、モテるというかさ、どうやったらこうさ、相手がその何、気持ち強くなってさ、コミュニケーション取ってくれるかっていうのはもう応援の課題というか、あいつ全然知らねえな、あれ意外と体力あるんだな、ハンドガンの威力があるのかな、しょぼいのかな、まあそういうことも考えられるよね。なんかもう奥の方でなんかすごいブルンブルンしてるんだけどさ、本当に、いやー、ちょ、なんかもうカラムーチョがなんかすごい、ほらなんかさ、奥の方でさ、いやいの歌、おい打ちをかけて引っ込め、もうなんか、いや、この位置だったらなんか食われねえか、この位置だったら食われそうな予感もするんだけど、この位置だったら食われそうだから、ちょっとこっちの方にずれてっと。で、そうなんだよね。結局、こいつ動けないからさ、動けないから大したことないんですよ。動けないやつは大したことがないんですよ。さあ、で、いけ、そろそろお亡くなりんこ、お亡くなりんこにラッパン積み切りになってくれてもいいんですよ。おい、そんなとこ粘らなくて、ほら、またお腹後ろの方でペロブル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 震えてる。ほら、いい感じ。さて、もうそろそろおしまいですね。もうこの繰り返しの作業に飽きてきてるんですよ。アーキテクチャーソリューションアーキテクチャーは確か AWS のなんか資格にそんな名前があった気がするんだけど、ほら、ちょ、本当にもうなんか5000発くらいぶち込んでやろうかと思うけどね、死んでてもいいからぶち込んでやろうかっていう、そんな感じなんですよね。で、ちょ、オッケー、スン、イス、サスン、シン、キン、待って、最後って言ったのにさ、しぶといやつは切られるんですよ。しぶとくだ、そうなんかさ、信号変わる、結構長い信号でなんか2分くらいずっとベラベラ喋ってたんですよね。なんかね、それでもなんかくっつけないと、あ、ナンパってこういうことなんだってくるむしされてさ、しかも別にそのイヤホンしてるわけでもなく、普通にずっと携帯を見て、しかも顔も反対側に、なんなら俺の方を見て、なんだ今の動き、気持ち悪い、きっしょきっしょ。でもまた話出てたぞ今、レオンの話って貴重じゃね、危ない、今なんかちょっと危ないなんか出てたぞ。ほい、オッケー、すん、ナイポよ。やっぱあれなんだ、放出しすぎるとやっぱあれなんだな、チンチンがね、
ぱりあの聖者タイムじゃねえ、聖者タイムじゃ、賢者タイムに入っちゃった。賢者になります、ごちそうさま。おおすげえ、やっぱブル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 してるな。高速回転見所攻めって、見所攻めってさ、ほらリーガルハイ2とかでやってた時、あれってなんだろうな、あれなのかな、乳首とチンチンと肛門。さあ冒頭最初の大冒険はまずはこいつでございますね。ユーゾーチャー植えていまー、 RE4 の方ではね、なぜかエイダチンとやらされることになりましたからな。まあまあまあ、ということで、さ遠慮なく危ない、いきなりヤドリギチョンパー、やちょ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 、ハサミギロチン一撃で殺されてたまりまっちょってかって、やばい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 、えい、カッチン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 、あれ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 、リロードができない、ホワイリロード、ホワイリロードジャパニーズピーポー、あぶね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 ぶ、さあ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 、うい、いた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 、お祈り、お祈りさん、お祈りさん、おいな、お祈り、お祈りさん、てい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 、オッケー、爆発、チンコ爆発、大爆発、いい、あー、そんな腕を伸ばすっていうのがあったんですね。ゴムゴムのパンツ、どんなパンツ、LL サイズで伸びちろんが、ばば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 、やっぱ波をするとそう、こういうことになるっていうことですよね。ということでさあ、走る走る逃げ出す、私のパンチは超痛い。ということで、こうしておいて下げて、あれどこ行った？どこ、あ、痛い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 、ちょ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 、さあですよね、破壊神丸出しっこだが、まだ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 、無駄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 、あれでもこいつさ、なんかさ、もモグリンチョパクリンチョってなんかしなかったっけ、あ全然しないんだけど、あれそんなことでいいのか貴様、おお、ナメプかナメプか、お前の必殺技が俺に通用しないのか、違う違う、逆だ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 、でこいつは一体どこをぶちのめせば、あでもこれあれだな、第一段階終了って感じかな、違う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 、爆発青春、あばばばばばばば、あいてて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 て、痛い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 、はっ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 、あなんか疲れ切ってる、疲れ切って潜りキッチ、さあ上がってこい、どっから来る、シャーキン、あれ、あーそっかそっかそっか、おい危ない、借金は1800億林を治め、危ないですね、まだまだですね、さあそんなあなたのお尻をぬきぬきしてやろう、借金、おら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 、あててててて、連続攻撃やばい、これはこれは砕け散るぞ、砕け散りんこ、これ砕け散りんこ、砕け散りんこ、誰がこんなギリギリの戦いすると思ったか、お前はただの私の紹介畑のおすまし、おすまし、潜ります、あやばい、無駄玉打ちまつい、さあ果たしてなんでやねん、ちょっと待て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 、あれこんなに苦労するやつだったっけこれ、まあ武器が武器だからもしんねえけどな、まあとりあえず何のコンセプトの説明もしないまま言ってるけれども、なんとなく、えい、ハンドガン縛り、さあネクストボス一体誰なのかな、指を組まえてお待ちください、デハデハ、わしはわしということで、ワンモーグルデンデラウトゥーベースグラウザー、まあこの時はまだね同僚という立ち位置だったのか、まあでもどっちかって誰でね、学に、まあ、まあまあまあそんなことどうでもいいですね、ということでさ、ポロ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 落ちました、なんかてか言わんすか、初めて見たけどさ、グレオンの目だいぶさ、あ行っちゃってる、ドゥ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 って感じだったよね、ということで最終ボスの前に、こいつとですねイチャイチャまったりと、まあ剣で続くのと、まあ銃で続くのとっていうので、まあどっちの方がまあ気持ちいいのかなっていう感じでやっていこうかな、さあハンドガンのみで戦っていくとどうなるんですかね、どのくらいのその勢いが雨あられになっているのか、よくわからないですけど、まあでもこいつね、おらら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 、まあでもそうなるよね、そうなるよね、そうなるよね、いや分かった分かった、あーてて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 、こうなったら耐久戦だ、ちょっと待ってね、そうそうそう、だって普通に考えたらさ、こいつがさハンドガンなんかでさへっこむわけない、ちょ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 、いや今のは避けれたな、あちょ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 、ぐえーって、あべべ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 、こっちはコマンド操作っちゅうね、コマンドってアーノルドシュワルツネカオーって、スイスイ、なるほどなるほど、そうしてたらいいのか、トゥトゥ、あれでもさこれさ銃普通に弾かれてね、テイ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 、やばいやばい、なんでなんでな、ホワイジャパニーズクラウザー、
ホワイジャパニーズクラウザーは日本人じゃないんですよね。ちょっと待って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 、恋人に振られたからって言っていって、あばば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 、なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん、なんかすごい甘い、あいや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 、足足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 足、体力したそんな、痛い痛い痛い、なんで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 、エクスシーをしてるで、エクスタシー、痛い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 、大丈夫大丈夫大丈夫、このために回復薬はたくさん持ってきているんです。まあ全部使い切ったら終わりなんだけど、さあ逃げろ逃げろ、あばいぜー、あーちょっと待って、俺の方が甘かった、痛い、やばい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 、いやいやい、ヒラメとおらって、カレイとヒラメどっちの方が深海魚ですか、どっちも違う気がするんだけど、おら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 、チョキ、足足足足足足、あちょ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 、押してるっぺ押してるっぺ、あれキーボードマウスが、キーボードマウスいい、オッケー、危ない、そんなことはどうでもいいんです、さあこい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 、ふいていていて、あれちょちょ、うまいな、あなるほど、あれをやってるときはあのあれなんだね、無限に避けられますよっていう感じなんですね。さあそんだけ離れてくれるんだったら俺だっていいよ、この距離感、急に走ってくるなし、下がれ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 、さあもうそろそろそろ、ふんわーって、やばい、あのね何がまずいかって、お時間の方が少々まずいんでございます。あと1分なんとかなるかっち、もうなんかすでにだいぶだいぶだいぶ消費されてる、おにょふにょふにょふにょ、ぶち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 、これは非常にまずいですね、これは非常にまずいですね、もう何もない、これっぽっち、もうよい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 よ、あーたい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 た、ちょ待って、あのさ今さ S ボタンで下がろうと思ったら普通にあの X ボタン押してたよね、どんだけエクスタシーを感じようとしてる、おら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 、足足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 足、おいおいおい、ふいや、オッケーオッケーオッケー、もう終わりだろ、もう終わりだ、ちょ待って、あと30秒あと30秒あと30秒ポッチしかないんです、やばいんですやばいんです、ふう、やばいやばい、これまさかの時間との、あれどこ行った、どこ行ったかわからない、ちょっと待って、ちょトイ、危ない、ちょ待って、やばい、本当に時間がない、本当に嘘だろ、ハンドガン体制お前強すぎないか、ハンドガン、3、2、1、ちょっと待って、嘘、シナバボロタバいやー、まさかボス紹介シリーズで、あの、お亡くなりになると思ってなかったですよ。しかも時間切れって、どんだけこうね、まあ、まったり、急がず。ということで、はい、持っている武器をご覧いただいているところ、申し訳ないんですが。よしよし、発射してー、はいー。はいー。もう、ネクストソングイズバイ、リトルグリーモンスター。申し訳ございませんでした。こういうやり方もあるということを皆さんご承知おきください。ではまたお会いしましょう。次回。さあ、最終マッチやっていきましょうか。もうここまで来たらやることと言ったら一つですよね。はい、こいつには一切の攻撃ターンを与えないボコボコタイムでいこうかなと思うんですけど、まあ果たしてどこまでできるかっていう話だよね。であともう一つ問題は、あのね、ハンドガンごときでお目玉プッチンで、あの ICL、 あのレーシックをぶちかまし続けたろうが、まあ果たしてどうなるかっていうところですよね。 What's super so funny ってことでクリシェーって言ってるんで、まあクリシェでクリクリしてて、まあ男の子と女の子がチチクリ合うっていう、そんな感じですね。さあバイオハザード4最終戦はですね、果たしてどんなドラマが待ち受けているんでしょうか。てかあのバイオ4のさ、なんかまあなんだろう、ボスって意外とこう結構いてさ、あの収録一発目なんですけど、ボス総集編、あのこれね RE2 とか RE3 とかも RE4 とか他のやつもやっていこうかな、なんてシリーズものをしていこうかなと思ったりもしてるんですけど、まあ、結構大変だったっちゅうか、うん、だからさ RE2 とか RE3 とかさ、まあ、特に RE4 だよね。 RE4 なんかさこいつ強えじゃんね、なんで4こんなにあれなの、ウフっていう感じなんですけど、まあ、そんなことを言いながらブイーってなるんですよね。まあそんなのどうでもいいんだけど、ブイー、さあ行こうか。さあ最終戦一発目、よいしょ、最終戦一発目って言うけど最終戦一発しかねえんだよ。さあさあお目玉プッチン、雨あられてい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 で登ります。
これを繰り返して果たしてどこまでいけるかな。なんかすげえプル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 震えてんな。プリ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 してやがるぜ。さてそんなことを言いながらも、おーていずっと俺のターン、じっと俺のターン、ロッテのトッポていてい、あらららららられ、ちょ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 、お目玉なくしちゃダメよ。これで多分あれだね。あーやっぱそうだね、一発潰れてるんですよね。プッチンプッチンプッチンプリンでムチムチ登って、こんだけ刺したらなんとかなるでしょう。痛いとか普通はさ、普通はよ、目玉こうやって一発刺された時点でさ、お亡くなりになるんですよ。お目玉どんな耐久力やねんっていうのが、まあツッコミどころとして拭えきれない。ロッテのトンポ甘いね。アマちゃんですわ。能年レナだわ。今何だったっけ、能年レナじゃなくて、飲んだっけ、飲ん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 で、なんか多分ね、痛い痛い。そう、これ避けようがなくないっていうくらい早いんですけど、なんかずっとさ、そのボタンを連打しただったらいいのと、あバレちゃったーということで、はい、ね、そう、なんで俺がずっと俺のターンだって言ってたかって言ってね、こいつをね、多分ね、ぶちかますのがありない。しかも、あ、ちょっと待って、今さ、すげえあれだね、ホーミンギーしてたね。残念でした。ってこれ爆発物陳列剤ずっと並べてるだけでもなんとかなるんじゃねえかって感じがするんですけどね。ということでもう一発目も見ま、あれあれ、なんか2発も打てなくなってる。ってことこれ1発打った時点であれだね、ちょ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 、あばば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 ば、ということで成功法でぶちのめしていきましょう。ほい、ソーシングアウトソーシング、はよパーソルなんて目じゃないぜ、パーソナルトレーニング、グッグッグッグ、よし登って。でもそっちに追い込まれていくとお目玉痛いでやんす、グリッドラッド。さあでもね、こいつもね、やっぱりね、これで戦う以上は、あ、小さいお目目が見えてる。痛い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 、なんでやねー、ちょ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 、お前自力で攻撃してこいや。そんなギミックに頼るなんてずるいぞ。まあ俺が言ってあるじゃないか。あ、なんかあれ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 、なんか直接お目玉ブッチしたのかな。でもさ、これさ、中からお目目出てきてるけどさ、こいつ自身のお目目は出ねんでしか。よく見たらあれだね、サンドラこっちのことじろっと見てやがんな。 Use this use this use ならないってことは、はい、容赦なく爆発させていきましょう。まあ10あとね、十何発発あれば、バー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 、wait a minute、 ちょ wait a minute、 よいしょ。ほんでこれでと、これ燃やすことも効果あんのかな、どうなんだろうね。燃やしてみようぜ、モトタギス。まあさすがにこれをね、50発も刺したらね、多分もうレーシックも ICL もしようがさ、もうあのあれでは角膜剥離でもう終わりですよ。お目玉失脚。さあ出せ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 、出さない出さない、すげえゆっくりすげえゆっくり向かってきて、はい、オッケー、さあ行こうぜ、さあ行こう、風に乗って春から巣を登る、いやー。さあこんな地道な作業を見ていて実況者は楽しいんですが、見ている皆様はどんな気分なのでしょうか。あー登れない、痛い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 、やっぱこれナメプとかよく落ちなかったね。あれ普通だったらさ、うーっつって落ちてってさ、なんか下からのゴリラが湧いてきてさ、あのウェスクーとか、もうあの言ってることがカオスすぎてわけわかんないことになってるんですよ。だからなぜだ、なぜなぜそうなる、なぜなぜあの急にキーボードマウスイーあたた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 、はい、いや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 、ぐいということでポイ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 、そろそろもういいんじゃないか、飽きてきたぞお前のことなんか。最後はやっぱりあのとどめの赤いロケットランチャーで刺すべきか。いやここまで来たら耐久戦持久戦でいきましょうよということで、すあちょっと待って、とりあえず一発第2ステージまでやっていきましょう。でそれをやってる間にこっち登っていって、ピッ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 、でどうなってる今、はいはいはい、ほい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 、いいね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 、さあ飛んでくるかな、飛んでくる雨アラフ、雨降らし、雨降らしってなんかポケモンいなかったっけ、違うな、それ特性か。さあピョンピョン吉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 ピョン、なんか取り出してきたよ、なんか取り出してきた、おいふるっとい、あ飛んできた飛んできた、飛びます、飛ばねえサドラーはただのサドラーだ、ほい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 、あ、だだだだだ、はい、
たい、それはずるい。まあ爆発物ずと、おう。さあこういうパターンになったからにはどうなるかっていうところなんですけど、とりあえずおねんねころりんねんころりんていていてい登ってさあ行こうぜ。あれやあっねえ、そうです、私が変な実況者です。あ、変な実況者なんだから、ぜっかちゃってちゃってちゃってぜっかに垂らしたアイオールシー、アイオールシー、あ、え、 HRC、 HRC なんだったっけ、 HRA だな、もうそれは会社名です。登って刺しておめ玉をもらった、いてー、たまらんちくしょー、ゴリ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 、あ、やばい、これで目玉が潰れちまった。ってことはもうこうなったらホイットね、ホイットニーヒューストンからのこれでもやしのヒューストンでドブン。さあ目玉も燃やしていこうぜ。ふーん、モーファー、そう、 なぜかね、あのね、水星覚醒獣モーファーが出てくるんですよね、あのレオンが燃えるとね、あなたをいつでもとどめを刺すことができる武器があの足元に散らばっているっていうところなんですけど、それでも最後さ、あの爆発物じゃなくてなんだっけ、だんだんもう服がてか、よく考えたらあれだよね、もう体グニャングニャンでさ、しかも服もボロボロになってんのにさ、でもそれでもどこも破れないっていう感じがなんかすごいあれだよね、耐久性があるっすよね、やっぱあれなのかな、あの紙アプリに出てくるハンタースーツ並みのゴリゴリ感なのかもしれないですよね。だからこいつ自身の攻撃だそうだよな、だってよく考えたらさ、あんだけさエイダにさボッコボッコに撃たれてたのにさ、それがあんまり効いてないっていう感じだもんね。あん時って普通に服着てたでしょね、ギリギリ服着てたじゃん、ギリギリギッチョンギリギッチョンがいいせいならバイバイ、潰れてタモレ、ミュージックステーションはタモリ、登って刺してレーシック、まあレーシックあれだもんね、レーザーでカクカクカリカリ削っていくスタイルだもんね。ということでほい、あんまりあのどっちがどっちとかっていうこだわりはないんですけど、まあなんとなく交互にやってるって感じです。ドカーンと一発花火っちゅー、さあ行こうぜ、たい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 、痛い痛い痛いの痛いの、飛んでいけーバカーッ、もうだん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 あれだな、鼻がピタッパラになってくるな、広がりつつあるけど大丈夫か、うにゅうにゅうにゅうにしてるね。いやそんなに長ったらしいあのチンチンをねぶら下げてたらね、もうたまらん、あ、やばいやばいやばい、下手くそ奥様、うい、怒られる、怒られること覚悟で、痛いだがーわい、おい沈め、てかこのてかエイダどこ行った、エイダどこ行った、エイダどこ行ったかわからないから、とりあえずエイダいないことへの恨み晴らさせておくべきか、ベアちゃんクマゲットしてキーホルダーガッチュー、さあ行こうぜ、あれだいぶタイムラグがあったぞ今、あはい、ということでね、バイオハザード4ボス総集編いかがだったでしょうか、お楽しみいただけたでしょうか。ハンドガンね、あの初期ハンドガンとはいえ最高まであの一応改造しててもこんだけ時間かかりますよ、めんどくさいよねっていうことはご理解いただけたんじゃないかなと思います。ということでまた別のねボス総集編シリーズでぜひお会いしましょう、チャンネル登録もよろしく、ではではまたまた。